では続いて、3歳の子供の、添加物摂取の質問ですということでいただきました。添加物ね、はい。妻が子供可愛さと言うことを聞かせたいために毎日お菓子、アイスを与えてしまいます。平均、平日1個、休日3、4個です。多いね。ママに朝おしを持ちで注意しても、数日忘れて元に戻ってしまいます。朝は菓子パンのこともあります。保育園給食、夜、夜食は、ご飯、魚、野菜をちゃんと食べてます。おやつなどの内容はコンビニなので子供がこれと選んでしまうので操作できません。成長面で心配なんですが、このままではまずいでしょうかということなんですが、僕ね、母親にめちゃくちゃ感謝してるのが、この母なんですけど、ちっちゃい頃ね、お菓子をあんまり家に置いてなかったんですよ。親も食べなかったんですね。で、コンビニとかも行かなかったんですよ。つまりね、お菓子に触れる機会が全然なかったんです。で、僕今チョコレートだけは好きなんですよ。チョコだけは、昔食った時にこんなうまいもんがあるんだと思って、高校生ぐらいの時とかに、都内の学校に通ってたんで、電車で通ってたんで、帰り道にね、日本橋っていう駅があるんですけど、ここの高島屋っていうのがあって、ここに寄ってデパ地下で、その日勉強頑張ったら、1個300円ぐらいのチョコレートを買うみたいな、ゴディバとかで売ってるじゃないですか。1個ね、1粒300円で200円とか、これ高校生からしたら超高級チョコなんですけど、こういうのを買って楽しむぐらいのことはやってましたけど、それ以外のおやつはくれなかったんで、おやつとか、せんべいとかもそうなんですけど、なんだろう。美味しいとは思うんですよ。でもね、自分から進んで食べたいと思ったこと一回もないんですよ。自分で買うことないです、僕これ。っていうぐらいなんで、子供の頃からもらえなかったものとか食べなかったものって、実はあんまり好きにならないんですよ。で、もうちょっと面白い研究で言うと、母親が、子供がお腹の中にいる時にですね、母親があんまり食べなかった食材って、子供って嫌いになったりするっていう傾向があったりするんですよ。人参とかに対して行われた調査とかでも、母親が妊娠中に人参食わないと、生まれてくる子供が人参に生きないような可能性が優位に上がるみたいな研究があって、だから子供の頃にお菓子いっぱいあげると、多分将来もお菓子とかを食べることになると思うんで、そう考えるとちょっとねって感じがしますね。あとは、ファーストフードとかも結構良くなくて、UCLA とかの研究だと、ファーストフードとか、まあ、菓子パンとかもそうですけど、糖質とか脂質がやたらと多いジャンクフード系のものを子供に食べさせると、子供の生活習慣が怠惰になるんですよ。つまりどういうことかっていうと、怠け者になります。集中できなくなったりとか、何かを続ける力がなくなったりとか、そういうデメリットが起きるので、正直子供にお菓子をあげるメリットはないと思いますね。で、子供が言うこと聞かなかったらお菓子をあげる人って、これ本末転倒で、どんどんそれやればやるほど、言うこと聞かない子供になってくるんですよ。だから、お菓子はあげない方がいいし、コンビニ子供と一緒に行かない方がいいですよ。コンビニって、うまく物が配置されていて、人間が、あ、これ欲しい、あれ欲しいって思うように、誘惑に弱くなるようにできてるんですよ。そう。だから、買わなくていいものって、だいたいレジをさ、の前とかさ、レジ並んでるところにスーパーとかの置いてあるじゃないですか。あれなんとなく買っちゃうんですよ、余計なもの。こうやって売り上げ上げるシステムになってるので、子供コンビニ連れていかないはいいと思うんですけどね。コンビニなくても別に困らないんで、はい。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは。